加藤誠は日本のバスケットボール選手である。宮城県玉津久里郡里鳴子町出身。2005年、日本リーグ2部の日立伝戦ブルドックスに入団し、得点王、ルーキー・オブ・ザ・イヤー、ベスト5を獲得。その後、JBL のレラカムイ・北海道、BJ リーグの富山・グラウジーズ、秋田・ノーザン・ハピネッツでプレーし、2013年に引退した。ポジションは、 日立電線ではセンターとパワーフォワード、北海道ではガード、フォワード、富山ではシューティングガード、秋田ではフォワードだった。小学4年の時にバスケットボールを始めた。東北学院高校では2000年富山国体少年男子に宮城県選抜チームで出場し全国制覇。翌年地元で開かれた新世紀宮城国体には青年男子チームで出場し、 これも優勝した。大学は関東競合校の誘いを断って地元の東北学院大学へ進み、1年生からレギュラーに定着。全日本ジュニア代表候補、学生日本代表候補に選ばれたこともある。大学卒業後、日立電線ブルドックスへ入団した。日立電線では主にセンターとして出場し、初年度の準優勝に貢献。 加藤は、得点王、ルーキー・オブ・ザ・イヤー、ベスト5のタイトルを獲得した。2007年にレラカムイ・北海道に移籍。ここで身長の問題もあって、ポジションをガードに変え、アウトサイドプレイヤーに転向したが、2007年から8年は1試合平均得点が2.23点。翌2008年から9年シーズンは1点に止まり、2009年に退団。同年、 BJ リーグの新人ドラフトを経て、富山グラウジーズに移籍する。富山では、加入者年度の2009から2010シーズンには、週間 MVP を獲得するなど活躍。翌2010から2011シーズンにはキャプテンに就任し、出場時間は1176分を数えた。しかし2011から2012シーズンに入ると、 出場時間282分と出場機会を減らし、シーズン終了後のエクスパンションドラフト時にもプロテクトされなかった。結果、新規参入する東京をサンレーブスにドラフト指名され、直後に東京との金銭トレードで、秋田ノーザンハッピネッツに移籍することとなった。秋田では、日立伝線時代のインサイドでの競技経験を買われて、フォワードとして起用され、 2012年12月2日の新潟アルビレックス BB 戦では21得点を挙げた。シーズン終盤もセンターのアンソニー・ケントを怪我で欠く、中インサイドを支え、チームのプレイオフ出場に貢献した。シーズン終了後の2013年5月、加藤本人の希望により、プロ選手から引退した。宮城県の 3X3 チーム、リフィターに所属していた。ABCD、 BJ リーグオフィシャルガイドブック2012から2013日本プロバスケットボールリーグ2012年10月6日 ABC14 加藤誠誠加藤富山グラウジーズ2013年6月27日閲覧 AB 選手契約合意のお知らせ富山グラウジーズ h t t p g r o u s e s j p n e w s 2 0 0 9 0 7 1 4 2 7 7 2 0 1 3年6月28日閲覧。abcd2012 から2013シーズンゲームプログラム復刻改訂版。ハッピネッツタイムズ第3巻。秋田の王山ハッピネッツ2013年6月18ページ。 個人スタッツ2007から2008。JBL2013 年6月28日閲覧。個人スタッツ2008から2009。JBL2013 年6月28日閲覧。サークル計算屈週間 MVP は、富山、加藤選手。BJ リーグ。2013年6月28日閲覧。2010から2011シーズン富山グラウジーズ。 キャプテン決定、富山グラウジーズ、http コロンスラッシュスラッシュ GROUSES.jp ス,スラッシュニューススラッシュ2010スラッシュ07スラッシュ20スラッシュ78272013年6月28日閲覧。加藤選手契約に関して、富山グラウジーズ。 http://grouses.jp:/news:/2012/06/25/197942013 年6月28日閲覧。nh、新潟にセリカツ、秋田勲佐新報。14加藤誠選手、契約満了を呼び選手引退のお知らせ。 http://www.plus-blog.sportsnavi.com スラッシュ a k i t a p r o スラッシュアーティクルスラッシュ19412013年6月28日閲覧ディフィター誠ン和シティ仙台ストリートボールリーグサンワシティ3ン3形式のストリートバスケリーグ 参加チームオープン男子第1回 3X3 日本選手権大会ありがとうございます。